マスクは個人の判断。まあ、それはね、ずっと個人の判断だよ。何言ってんだよ。ただやっぱりね、ドレスコードとして当店はマスク着用でお願いしますっていう風なね、ルールを設けてる民間の会社やお店はあるでしょう。そういうとこでは、やっぱりね、その店利用させてもらうわけだから、マスクした方がいいと思いますよ。まあ、でも何ですかね。ここ見てください。街の人は、 まだやっぱり怖いので、な、何が怖いんでしょうかね病原菌が怖いんでしょうか何が怖いんでしょうか人に怒られるのが怖いんでしょうか外したい、外せるなら、でも、周りの目が気になっちゃうから。周りの人気にしすぎじゃないのかねえ、田舎で暮らしてると、周りの人がいないよ。だから気にならないよ。まあ、その田舎でも、あぜ道一人でとぼとぼ歩いてる人が、なぜかマスクしてたりするけどな。 大体マスクするしないって人に言われないと決められないのかどうなってるんだマスク信者かマスク心理教かんおつなずし六代目近藤勝也さんゴ類引き下げマスクどうするお寿司は手で握るしそのあと加熱するわけでもないのでこういう世間の状況ではマスクは絶対必要かなそうこれはねイメージの問題ですねマスクをしてないと 客足に影響するから、まあ、しょうがないからしとくか、効果があるかないか分かんないけど、みたいなね。ちなみに、マスク買った時、箱に書いてある、マスクに感染予防効果ありません。ね、よく読んでくださいね。まあ、世間の様子を見ながら、まあそうですね。世間の皆様、これ大事ですね。いや、でもね、一体どうなっちゃってるんですかね。こんなことを。 みんながやるからやる。みんながやらないからやらない。そんな教育をこれからもしていくんでしょうか。もうつですね、これは。終わっとるね。